本日外交問題に入る前に一つまずお伺いしたいと思います。我々日本維新の会の衆議院では法案を提出する人数が足りずに出せません。そしてまあただ今この国会で目玉となっている働き方改革、これが厚労委員会で審議をされております。我々は国民の不安を払拭するためにこの法案に対してですね、これ報道もされてますけれども、建設的な修正意見を与党の皆さんに提示をさせていただこうと思っております。その点について総理も政府においてもですね、真摯な対応をお願いしたいと思っているんですけれども、この点について答弁を求めたいと思います。安倍内閣総理大臣。これは法案の審議についてはこれも再三お答えをさせていただいておりますが、まさに国会がお決めになることでございます。御党がですね、真摯に議員立法等に挑んでおられることについては敬意を表したいとこう申し上げでございますが、あとはですね、各党各会派によって協議をいただきたいとこのように思います。浦野君。ぜひ真摯な対応をお願いをしてまいりたいと思います。続きまして、今日は先ほども言いましたけれども外交ということを集中ですけれども、もうこれまでの答弁の中でもですね、今日通告を私は通告は金曜日にしましたけれども、通告している部分はですね、もうほぼほぼ答弁をされておりますので、同じことを答弁していただくのもどうかと思います。ので一点だけ、この週末ですね、せどりの記事が出ておりました。そのことについてですね、少しどういう対応を取られているのかというのを説明をいただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。今回、北朝鮮の側からですね、話し合いを求めてきたというのは、圧力を最大限まで高めていく、そして米国もあらゆる選択肢がテーブルの上に載っているという態度で圧力をかけていった成果であろうと思います。そして日本は圧力を最大限まで高めると同時にですね、抜け道は許さないということであります。つまり背取りが抜け道となってはならないわけでございますので、これは日本としては日本がやはり主導的な役割を果たしていこうということで、これ自衛隊の艦艇等がですね、背取りを行っているかどうかということについて警戒を行い、そしてこちらがしっかりとプレゼンスを示しメッセージを出していくことによって何回か背取りをこれは食い止めていると、こういうことでございまして、これは日本だけではなくてですね、今後日米英あるいはカナダ豪州もですね加わって対応していこうということになっているわけでございまして、またさらに私他の関係国にもお願いをしているところでございます。浦野君。ぜひこれもしっかりと対応していただきたいと思います。次に、柳瀬さんの参考人質疑を、これも時間のない中せっかくですのでお答えをしていただきたいと思っておりますけれども、先日の参考人質疑の中でいろいろと答弁されました。新聞報道等でもですね、いろいろなご意見があります。私は日本維新の会はですね、やはり外形的公平性をやっぱりしっかりと保つべきだったという指摘をさせていただいて、これまでもさせていただいております。そしてさらに文科省告示の45号の不当性、こういったこともですね、我々指摘をさせていただいておりますけれども、総理もですね、今回の参考人質疑を受けてですね、この外形的公平性を保つために、足らなかったものが何なのかというのを真摯に率直な意見を伺いたいのが一点、そして、またこれもお話ありましたけれども、官邸のやはり面会記録はしっかりと残すべきではないかと思っております。その点についてももう一度ご答弁をお願いします。安倍内閣総理大臣。外形的公平性ということでございます。獣医学部の新設のプロセスについては、民間議員の八田座長もですね、一点の曇りもないということを、申し、
証言でなされている通りでございますし、前川次官も含めて誰一人私から指示あるいは依頼をされた方はいないということもすでに明らかになっているわけでございます。そして結果としてもですね、いわば新しい重油学部は20倍を超えるものになっておりまして、まあ、それまでいわば門前払いしていた行政自体に問題があり、まあ、その歪んだ行政を正したという結果になったということは間違いがないんだろうとこう思う次第でございます。ただ外形的なものについてですね、私の友人がまさに、まあ、申請者とこうなったわけでございまして、まあ、その間、会食等があったということであります。私は、まあ、申請していたという事実は知らなかったのでありますが、まあ、今後ですね、より一層身を締めていかなければならないとこう考えているところでございます。また、面会記録等について官邸のですね、訪問予約についてはですね、訪問予定者の入邸確認後その使用目的を終えることに加え、まあ、外部からの入邸者数は1日あたりおおむね数百名に上っており、まあ、これをすべて保存すれば、個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要が生じることもあり、公文書管理法や関係規則等に基づき、まあ、地帯なく配置する取り扱いとしているところでございまして、まあ、このように官邸の訪問予約は、個人情報保護の観点からも地帯なく配置することとされております。まあ、これは遅くとも平成14年4月の新官邸共用開始時よりそのような取り扱いがなっているものと承知をしております。まあ、こうした経緯も踏まえながら検討したいと思います。浦野君、まあ、今回のこの家計問題、いわゆる家計問題ですけれども、まあ、先ほど玉木さんがですね、まあ、参考人をもっと、まあ、中村知事だとかを呼べということをおっしゃってました。まあ、玉木さんも国会長いはずですけれども、委員会で参考人を招致する場合は多数決じゃなくて全会一致じゃないと与野党が認めないとできないというルールをご存じなかったみたいで、多数決多数決ということを一生懸命言ってはりましたけれども、これは与野党が合意しないと呼べないと思います。ただもし多数決で、まあ、呼べる、まあ、他に、まあ、しっかり本当に呼べるんであれば、我々もぜひ獣医師会とかですね、八田さんにもですね、我々質疑をしたいなというのもあったんで、まあ、ぜひ呼んでいただけたらなと思ってます。で、足立康氏ならこれも石破さんも呼べというふうにおっしゃるかもしれませんけども、まあ、ぜひそういったところをしっかりとやっていっていただけたらなと思っております。はい。それで、まあ、最後の質問になりますけど、これは本当に我々、もう政府がですね、外交問題にしっかりと取り組んでいただけるようにですね、国会に縛ったりとか、まあ、今日は外務大臣も今日もずっと座っていらっしゃいますけども全く、ね、答弁もないということで、本当にどうにかならないかなと我々も、いや総理がいている上でですね、総理に答弁をしていただくんで外務大臣に答弁していただくことはないんですけども、ぜひこういったところも、ね、改善をしていただきたいなと。これも国会のルールを改善していただかないとダメですので、本当に質問に立たない大臣は他の仕事をもっとしっかりやっていただけるようなルールにしていただきたいと思ってます。で、せっかくの予算委員会ですので、私これは一つ最近地元でですね、問題になっていることがありまして、まあ、これは何かと言いますと周産期医療体制、なんですね。で、これ、まあ、今国策として少子化対策、安倍政権で非常に今待機児童解消だとかですね、向けて一生懸命やっていただいております。我々はそれは一定評価をもちろんしておりますし、これからもしていただきたいと思っています。で、ところがですね、その少子化対策で待機児童の解消、保育園の数を増やす、そういったことはやっていただいてますけど、その前の周産期医療ですね、その例えば小児産婦人科、小児科、こういった、まあ、医師、まあ、もちろん今、法案が、これにかかる法案が審議をされていてて、医師の確保というのは非常に今、進んでいくようになってます。ただ、今現在、もうすでに、
もう子供を産んでいたもらおうとしたとしてもですね、地元に産婦人科の病院がなくなっていってるんですね、どんどん。でこれこういう質問をするとですね、これは都道府県、医療なんか特に都道府県の仕事だからということの答弁が多いんですけども、待機児童の解消なんかは市町村の仕事ですよね。それを国策ということで政府が一丸となって対応をしていただいている。で私はこれは周産期医療体制もですね、小児科医療もですね、これ今すでにもう現在課題をたくさん抱えてます。抱えているところでですね、これ政府の優先課題として、ね、やはり取り組むべき、少子化対策と同じぐらい、待機児童対策と同じぐらいの規模で政府が取り組むべきだと思っていますけれども、いかがでしょうか。加藤厚生労働大臣。委員ご指摘のとおりですね、子どもを安心して産むことができる、あるいは育てていくことができるということ、それをしていくためにも、周産期や小児医療体制の整備や充実を図ることは大変重要であり、まさに優先的に取り組むべき課題だというふうに認識をしております。ただ一方で、分娩取扱病院の重点化や分娩取扱診療所の医師の高齢化などにより、分娩を取り扱う施設は年々減少しております。二次医療圏で見ますと、産婦人科が不在の二次医療圏が6つ、あるいは分娩取扱施設がないものも同じく6つ、ある、これが今の現状でありまして、そういった意味で、私ども厚生労働省としては、平成28年度から分娩施設の不足する地域において、新規に分娩施設を開設する場合や、病院に産科等を増設し、新規に分娩を取り扱う場合、あるいは平成29年度からは産科医の不足する地域の医療機関に産科医を派遣する場合に対する支援、さらには平成30年度予算においては、周産期母子医療センター、小児救命救急センター等の運営や、小児医療施設等の施設及び設備整備に対する財政支援、これらの増額も図り、これを支援を進めているところでありますし、また委員ご指摘のように、現在、こうした地域偏在や診療科偏在による地域間の格差を是正をしていく、地域における必要な医師を確保していくための、総合的な医師偏在対策を盛り込んだ医療保障の改正法案も今国会に提出をし、ご審議をいただくところでございます。厚生労働省としては、こうした取り組みを通じまして、地域の実情に応じてということになりますけれども、周産期および小児医療体制、こうしたものがしっかりそれぞれの地域においてですね、整備をされていけるように、さらに取り組みます。いただきたいと思います。浦野君。これはですね、保育士の確保でもそうなんですけども、産婦人科の女医さんが多いですよね。で保育士も女性が多いです。で、どうしても結婚出産等でですね、女医さんも保育士さんも一旦職場を離れたりする、そういったことが実はその医療が回らなくなる、保育が回らなく、保育士の確保ができなくなるという、原因の一つになってます。で、そういったところにですね、今男性が、保育士も男性保育士が増えてきました。で、産婦人科の先生は、昔から男性の方もいらっしゃいますけども、やはりそういった穴を、積極的に男性医師、男性保育士が埋めていけるような、そういったインセンティブを与えるような、そういったものもやっぱり必要やと思います。はい、すみません、時間が来ておりますので、これで終わりますけども、ぜひいろいろな対策を取っていただけたらと思いますので、総理、これ私どもはやはり先ほど言わせていただいたみたいに、政府が主導とメインとなってですね、やっていただきたいと思ってます。総理が指示すると総理案件とか言われそうになるかもしれませんけども、これは総理案件としてしっかりとやっていただきたいと思います。以上で質問を終わります。